久保さんなんかあのうさぎと金っていうねあるんですけどこれ亀と金とかにし見ましょうか <laughs> どうっすかね亀と金あのうさぎと亀ってあの結論亀が勝つみたいなあの神話でなんですかあのまあ ちょっとずつこうやっていきましょう、頑張りましょう、地道にやっていきましょう、みたいな、あるじゃないですか。でも、うさぎがちゃんと、サボらず走れば、まあ、どう考えても、亀には勝てると思うんですよね。うさぎが、あの、しっかりやると。勝てるんですよ。だけど、まあ、童話に同調するんだったらね、同調するんだったら <laughs>、そうはならないですよね、なかなか。 うん、でもこれは人間の、あれで、例えば、何すかね。う,ん,うん。まあ人にもよると思いますけども、安心だったら、やっぱ安心なんですよ。まあすげえわかりやすい例で言うならば、うんなん、何すか。東北大震災が起こった時って水とかがめっちゃ売れたりとか、 あとは、この、放射能を測る機械がめちゃくちゃ売れたりとか、防災グッズがめちゃめちゃ売れたりするんですよ。だから安心じゃないから行動するんですよね。でも安心になると人って、じゃあ今、放射能のグッズめっちゃ売れるかっていうと、防災グッズめっちゃ売れるかっていうと、水がめっちゃ売れるかっていうと、昔のその全盛期めっちゃ売れた時に比べると売れないですよ。うん。 だからその健康、健康の時に、何すかね、その病気、まあこれもまああれなんですけどね、健康だったら病院行かないみたいな。うん。まあ全員じゃないですよ。全員じゃないですけども、一部の人はね、意識が高い人は、久保さんも意識高いですから、防災グッズ買ったりとかしてると思いますけど、でも、久保さんみたいに意識が高い人は多くないんですよ。やっぱり安心だと安心なんで、やっぱ、 動かないんですよ、ね、サボ、サボるというか、まあ、ウサギで言うならサボっちゃうんですよ。だから、僕は松下幸之助さんの話は好きなんですけど、成功した理由が貧乏だったからとかね、成功した理由があの病気持ちだったとかね、成功した理由があの頭が悪かったとかね。うん。だから、こうだからこうしないといけない、こうだからこうしないといけない、地震起こったらやばいよねと思ったら動くみたいな。 まあ人間ってこんな感じなんで、まあう、うさぎみたいに俺はパワーがあるよとか強いよとかあの、まあ、余裕だぜと、うん。って思ってると、やっぱ動きづらいんですよね。うん、だからなんですかね、まあ、そういう状況、そうその動ける人はいいんですよ、うん。うさぎのまま動ける人はいいんだけども、ほとんどの人はうさぎになっちゃうと、うん、怠けるんですよね。 うん、だからなんですかねまとめるとまあそういう環境自分が怠けないような環境を作っていくっていうことが大事じゃないですかねうんであーしっかり行動に起こすってことですねだからその稼ぎたいと思ってる成功したいと思ってるけどほとんどの人は行動やっぱしないんですよだから意外だったのがこの前新商品はその、まあ、マインドの商品を売ったんですけど結構売れまして で、これは、なんで売れたかっていうと、まあまあもちろん色々こう言ってたんですけど、やっぱ稼ぎたいと思ってもやっぱ行動できない人が多いんですよね。うん。なんか、おかしな話ですよね。うん、稼ぎたいんだったら山登りたいと思ってるんだったら山登ればいいじゃんっていう、ただしすげーシンプルな話なんだけども、まあなかなか登れないということでございますよ。うん。だからまあ、 自分のケツに火つけるみたいなことをやらないと、やっぱ、なかなかできないですね。うん。まあ、習慣化になればね、またそれはまたちょっと別次元になるんですけど、習慣化になるまで、やっぱ、そのケツに火つけるとか、環境に見ようと置くとかしないと、難しいかなと思いますね。うん。確かに情報とかたくさんあるんですけどね、情報とかたくさんあるんだけども、 うんまあ久保さんも多分思ってると思いますけどまあ久保さんのデータはどういうデータが出てるかわからないですけど久保さんもネットビジネスも10年以上やってるじゃないですかじゃあ10年前と無料で出てる情報だったり環境って明らかにめちゃめちゃ今の方がいいわけじゃないですかじゃあ10年前と10年後の今お客さんの成功する確率 成功してきて,きてる人の数って増えてるのかっていうと多分僕はあんま増えてあの変わってないと思うんですよね10年前も10年後もあんまり変わってないっていう <laughs> 環境はすごい良くなったネットの環境 YouTube も出てきたいろんな Twitter も収益化になったとかねいろいろ TikTok も出てきたとかねまあいろいろあるんだけどじゃあその相対的にそのめちゃくちゃ便利になったっていう 環境があるのにもかかわらず、あるけれども、それ相対的に稼げる人が増えたのかっていうと、そんなに増えてないっていうね。何なんでしょうかね。言ってらっしゃい。